ジェーン・シーモアは、イングランド王ヘンリー・パッセイの3番目の王妃で、エドワード6世の聖母、2番目の王妃アンブーリン、5番目の王妃キャサリン・ハワードの鳩子にあたる。1536年のアンブーリンの軽死後、ヘンリー・パッセイと結婚し、翌1537年に男子を出産したが、その月のうちに、三熟死した。ヘンリー・パッセイは、四次の男子を産んだジェーンに感謝を込めて、 六人の王妃のうちでただ一人、ウィンザー城内の王室霊廟において、隣に眠ることを許した。王妃にはジェーンを、もう一つの不死鳥に命を与えるために亡くなった、不死鳥と称えている。ジェーンの死後、二人の兄弟エドワードとトマスは清掃に、敗れて処刑された。父ジョンは、ヘンリー・パッセイの副讐の部下で、八人の子供の、うち長男、エドワード、 次男トマスと、長女ジェーンの三人を宮廷に出資させている。ジェーンはまたいとこであるアンブーリンよりも平民に近いと言われるが、アントニア・フレーザーによれば、王家との関係に限って言えば、ジェーンの方が近い。母方の先祖は、エドワード三世の二番目の息子、ライオネル・オブ・アントワープに遡り、ライオネルの一人娘、フィリッパの長女エリザベス・モーティマーから四代後の子孫が、 ジェーンの母、マージョリー・ウェントワースである。ジェーンは1532年、当時の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの次女として、使え始めたが、後に二人目の王妃アンブーリンの次女となった。父ジョンが、王の信任厚い新出辞重だった関係から、1535年9月、ヘンリー・パッセイは、イングランド西部巡行の途中で、シーモア家の邸宅ウルフホールを訪問した。 その時接待に出た、ジェーンの控えめで物静かな態度が、王の関心を引いた。もっとも、この時見染めたのは伝説に過ぎないとも言われる。いずれにせよ、アンブーリンが野心家だった実家の意向を受けて、王妃の座を求めたように、シーモア兄弟もまた、妹のジェーンに同じ道を歩ませようと努力したことは、多くの歴史家が認めている。そのために、アンと、 正反対で美女ではないが物静かで金髪。色白のジェーンは格好の材料だった。ジェーンはヘンリーに言い返したことがなく、アンと違いカトリックだった。1536年、アンが二度目の流産をした翌月、王はジェーンに大使高価なプレゼントをし、二人の兄を出世させたことで王の行為が明らかになった。ジェーンは贈り物を返した上、 王と二人きりにならないよう警戒していた。これは、案のやり方を真似て、兄弟たちが指導したという。やがて新しい結婚を望む王は、案を大逆、貫通、近親相関、魔術行為といった罪で死刑に処した。刑の施行の翌日に王は婚約を公表し、その二週間後に二人は正式に結婚した。ロンドンに伝染病が流行していたこともあり、 ジェーンの王妃としての戴冠式は行われていない。クリストファー・ヒバートなど何人かの研究家によれば、ジェーンはアンブーリンによって追放されていたメアリー王女に同情を感じ、宮廷に呼び戻して身近に置くようヘンリーパスセイに懇願した。1537年、王妃ジェーンの妊娠が発表され、ロンドンは歓喜に沸き立った。ジェーンは男子であると確信。 お腹の子が欲しがっていると言って、鉱物のうずらをフランスから輸入させた。そして10月12日、南山の末にジェーンは待望の男子を出産する。しかし南山で体力が回復しないジェーンは、洗礼式にも短歌に乗せられたままで、その後も容態は悪化していき、10月24日深夜に息を引き取った。三熟熱に感染したとも、 宣礼式に出席したのが回復に悪かったとも言われている。これ以後、ハンプトンコート宮殿にはジェーンの幽霊が出ると言われ、特にエドワードの誕生日の10月12日になると現れるという。ありがとうございます。